どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。 I want to be yourself、 自分らしくありたいということですね。で、説明文にバージョン5、今まで私が作ったキミくんの総集編みたいな感じです、てるるさんからの提供コースって書いてるんですよ。そう、このチャンネルでたびたび出てくるてるるという制作者、いや魔女やつが作ったコースですね。そして自分で作ったにもかかわらず自分が最速を取っている。何をやってるんでしょうかねこの人は。そりゃ取れるだろ、自分で作ってんだからさ、罠とか全部分かっちゃうやんか。そんなずるいやつなんですよテルルというやつは。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.29%。 まあ総集編っていうぐらいだから見たことあるようなギミックたくさんあると思うんですよ。僕はテルルさんのコースほぼ全てやらせてもらってますからね。だからちゃちゃっとクリアしていきますよって。はい、どうもこんにちは。あ、キャップなんか特に何もな、最悪、名前忘れた。いや、すいませんね、クッパ七人衆の名前を未だに覚えきれてないんですよ。イギーかラリーどっちかだったと思うんだけど、お前くんだった。だからもうあだ名つけた方が覚えやすいと思うんだよね。特徴探そうか、毒沼飛び込み自殺魔人とか。くそつまんねネーミングセンスだろ。そんなところに86設置すんだって。これもういけなくなったんじゃないの。いや、下の毒沼か、一旦上のブロック叩いてみようか。おほほほほほほ、これやられないんだ。かっけえよマル。じゃあ一旦左行きます。そして毒沼の中行ってみようか。この豚野郎が隠しブロックとかもういいって分かるわけない。どうせだったら魚がポンとか花がポンとか降ってくる方がまだマシなんよ。そういうところ分かって制作。はっきり言わせてもらうよ、簡単だねこんなコース。足で作ったんじゃない制作者さんさ。なら僕も次から足でやってて。ら、キラー魚ー。みんな今から足でやってみるね。はい、でここで左、いや、くそ足がくせ。そして右行ってジャンプ、ジャンプで、ファイヤーを出しなさい。ワイボタンを出しなさい。親指で右足の親指で出して、あー。皆さん本当に本当に足でするのがナメプでしたね。手の大切さを知りました。さあここでチビになる、いやチビにならなくてもいいのか。じゃあ一旦このまま下に降りていく。動けませんよ。おお、分かったもんね。下に行く。そして次は上と下どっちで。2分の1じゃねえか。下は怪しすぎる。リフトが下に下がると思うから上に行く。でこのキノコ、あー、キノコ様取れないのね。でも下のキノコが来る可能性があるよ。頼むキノコ様、くたばれ。2分の1の神よ、いつも思うけどなぜ僕に力を貸してくれない。お前はもう神じゃない、神だ。やっべえぞこのコース、やっべえぞ。僕をめちゃめちゃ痛みつけてくる。ここに土管があるんでねえの。あるね、隠したって僕には分かるんだよ。ここサムネの場所だね。今風に言うとエモくない。なんだお前、今風にとかいう言葉を使っちゃうとね、自分がおっちゃんなのバレちゃうって。みんな僕のこと何歳ぐらいだと思ってんのかな。このコースさ、総集編とか言ってたかもしんないけど全然わかんないね。何が総集編なんだろうね。もう全部初めて見るような罠ばっかりのような気がするんだけど。この方でどうやっていいのか、移動するのは分かってる。だからすぐ右に行っちゃおうか。おほほほほほほほ、分かってなかったよ。そういや最近歯医者行ってるんだけど、その時に若い女性の看護師さんから、ピオキングさん独身ですかって言われたんだよね。まあピオキングさんじゃねえや、まあ下の名前ユータって言うんだけど、ユータさん独身ですかみたいな。そう言われた時にさ、この人僕にもしかしたら気があるんじゃねえと思ってしまう自分がキモいの分かる。いやだってそんなんない、学校の友達とかでさ LINE で何々くん彼女いるのって言われた時に、いやこいつ俺で気があるんじゃねえかな。男って単純だよ。オープンだ。いやこれは、いやいやいや、これは合ってる、合ってるね。ビビらせやがってテロさんや。ここで中間ポイントゲッツ。さっきのところ全然罠に引っかからなかったな。いや僕はね、こう見えてもトロールコースかなり上手くなってきてるんですよ。いや違うんだって。だから世の中の女性の皆さん、落としたい男性がいればとりあえず LINE とかで彼女いるって聞いてみて、そしたら男は単純だから意識すると思うから。ドクルバーン、まあ、みんな僕に送ってきてもいいんだからね、 DM とかで。ピオキングさん彼女います。あはー
邪魔すんなって照れるよ、さっきから幸せなトークを言う。ここはじゃあ何回すればいいの？1回でいいの？もう変わるなよ。ここからオンオフは次しないで行ってみようか。しないで行く。とかなんとか言ってたらね、たまに男の人から来るんですよ。彼女いますかみたいな、そういうのが使えないからだ。申し訳ない、僕は同性を好きになる趣味はないんだ。いや、それをね、否定してるわけじゃないのよ。いや、今よく逆らうけどな。かい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 、このスネ夫に乗るか否か。いや、乗らない方がいい。今までどれだけこのスネ夫に騙されてきて、スネ夫って絶叫したかわからない。だからお前なんかに乗らねえよ。待って待って、スネ夫スネ夫スネ夫。ごめんなさいね皆さん、今日もしょうもない雑談みたいなのが多くなってきてしまって、今後雑談やめた方がいいんじゃねえかなってガチで思うんだけどな。じゃあ左のピンクインをすぐさま取っていく。そして右にダッシュしたらノコノコが大量生産されてますね。おい、もう抜けれないじゃんけ。お前どんだけ生まれてんの。バタバタしてんじゃねー。そういや、よくこういうコメントもらうんですよ。ピョキングさんが楽しく実況してらっしゃるから、僕も私もマリオメーカー2したくなりましたみたいな。楽しそうで見えるか。こんなボコスカやられまくって絶叫してるのわかりますよ。さただこれだけは一つだけ言わせてくれ。このコースゴミだ。そんなことないですからね、楽しいさ。やばい、こんなことばっか言ってたらガチで提供されなくなっちゃうかもしんない。ごめんね、てるるさん、本当にそう思ってるから。じゃあ隠しブロックありそうだな、ここどっかに。一番右は、一番右あるね。真ん中は、真ん中は鉄球で壊してくれた。あいあい、舐められたもんだぜ。こんなガリガリ密僕が超えれないとでも思ってるのかい。左は大丈夫で、真ん中も大丈夫。一番右、おっぱい分かるって。もう歴が違うんだよ、歴が。寝てんじゃないわよっつってる。なんか楽しくなってきたね。エンジンがここに来てやっとかかり始めてきたよ。でもエンストしたみたい。てかさ、ここ BGM の他にピッピピッピッピピって言ってるの聞こえる？あれがめちゃめちゃ頭バグりそうになるんだよな。多分そういう作戦できてるよ、頭バグらせる作戦。ならバグにはバグで対抗してやろうじゃねえか。くらえ、必殺ウルトラトルネード洪水スピーチアップ、最高か。ガッピョー。そろそろ中間ポイントもあると思うんで、静かにしたいと思います。この辺からジャンプすれば大丈夫。さあ中間ポイントよ、姿を現しておくれ。中間ポイントないな。この辺で追っておいたら大丈夫なんじゃない？ダメみたい。この度数の裏、中間かなんかあると思ったんだけどな。じゃあフラワー取ります。さっきと違うよ。かー、わかった、わかった。なぜこのタイミングでさっきと違うんだのかわかった。オッケーオッケー、一個取れちまえばこっちのもんや。ですぐ上に行く。え、ここからどうすればいいの？お前ちゃん、お前多いって。大変だよ、あのパックンフラワー。いや、一回見たことある、見たことあるけど忘れてるじゃんけ。小賢しいまでしやがって。もうここはファイヤーフラワーを出しまくっておく。そしてこのパックンフラワーを全部倒してすぐ右に行っちゃおうか。で、氷を溶かして、ここはどうしようか。右のこの方下がるのかな、上に上がるのかな。叩いてみようか。あ、このまま行っちゃえばいい。いや、いけない。たぶんペラペラで挟まって、挟まった瞬間しゃがみジャンプしていけるとか、そういう裏技みたいなことねえかな。頼む、頼む、こっちが正解なんで僕はやられません。やられちゃった。みんなかけてもいいね。ここが終わったら絶対に中間があると思うよ。だからこのドアに入った瞬間、ドアじゃない、土管ね、ここで中間が見えるはずなんだ。よーし、これは取れるだろう。頼む。さあ、ドアに入っていこうか。なんかめちゃめちゃややこしいというか、情報量が多いというか、とりあえず上にジャンプしても何もなった。何もなったじゃねえんだよ。ロチさん、やられるだけだろ、毒沼に。分かってんだよ。中間にまで長く感じたよ、僕は。もうすぐゴールがあるんじゃないのか。このハテナは何なんだ。ハテナを叩く。そしてすぐ左に逃げます。そしたらオンオフを変えてくれるっちゅう感じなんじゃないので、これは砲台が落ちてくるけど、右か左どっちかを失敗しなきゃいけないと思う。いや、あえて上を失敗しようか。上を失敗でドアに入る。あ、こんなの3択じゃん。右か上か左かなんてさ、3択なんて当てれるわけないって。でも左っていうのは分かった。で、ここが落ちていって、あっぴょーほっぴょーよし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 。で、このドアに入ってっていいのかな。いや、これはまだ間に合うんじゃないか。一旦ハテナ叩いてみようか。何もない。入れる？いける？すぐ
すぐにドアに入れっちゅうことみたいですね。で、このドアに入ればゴールがあるとは思わなかったよ、全然。多分ここが終わればゴールなんじゃない？さあ、鉄球が道を開けてくれた。うわ、左行くこれ。でも左ダメって書いてるもんな。で、このさ、もう強制的に左に行くしかねえじゃんか。だろ、こっち中間ポイント戻しとかそういうことはないよな。え、これ上の針やられれる？でも右に行くかどっちかみたいな。これ絶対右知りたい級だろ。ほら、選ぶパターンやめろってさ。僕はこっちに行くよ。もうだってさ、左の針のところでいてやられたら、え、なんで美容議員知りたい級しなかったんですかみたいな絶対言われるって。もう左の針の方に行きたかったらいいじゃねえんだよ。よし、おきょくで、これ右行って。うわ、もうめんどくせえことするなって。え、どこいる、全然見えねえんだけど。え、あの後ろってこと、もうこんなただの運転じゃん。いや、いけるいける。で、ここでもう丸丸も邪魔すんだって。こたび、こたび。おお、いや、面白い面白いぞ。こんなん持ってくるなんてなかなかなかったよな。この場所に寄っておいて、ジャンプオッケー。で、でどうすりゃいいの。左行きます。ピオキングって書いてない。もうそんなのいいって。ピオキングなんかいらねえって。どうやってやられるかが僕は聞きたいんだよ。じゃあさ、あのオンオフを何回もしろっていうことなんじゃない。で、この右側のブロックが開くみたいな。え、本当に。いや、このまま左行ってもやられるところなかったもんな。だから何回もするしかないと思うよ。いや、でも、え、マジでわかんねえ。一旦もう一回左行っていい。左行きゃ、ここ降りれんじゃん。くっ、よし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 。はぁ、どうやってやられるかがね、マジでわかんないんだけど。ここで50コインの方に行ってみる。50コインの方に行ったらワンチャンやられる何かがあるかもしんねえ。はぁはぁ、じゃねえんだよこれ、挟まる。バカフレスタになって。もういいもういい、もうこれはいい。でもとりあえず上に行くことは間違ってないと思う。だ、上に行ってどうやってられるかなんだけど、あのさ、クッパクラウンがあるじゃん。クッパクラウンとかバネに圧死されるっていうことなんじゃない。ごめんね、今ちょっと噛みそうになった。だからクッパクラウンとバネにあの間挟まれて圧死させろみたいな感じだと思うんだよね。もうマジでむずいって。もういい加減しろって。怒るよマジで。僕そろそろペーテルさん、いや、あと3回あの行けなかったら僕ペーテルさんに手出しに行こうかなって思うわ。はい、オッケーオッケー。2回で済んだね。命拾いしたな、テルさん。え、これ足無理だよな。いや、マジで意味わかんねえ。ここちょっと分かるまで飛ばしていいかな。ちょっと待って、みんな、これ右下に行けそうなんだよな。だからあっちの方に、あ、こっちに来いってことか。そしてここでチビになります。あ、こっちにちゃんと行けるところがあるんだね。で、ジャンプしても届かないってことは、このツタに登って上に行けっちゅうことか。いや、時間間に合うかな。ギリギリでジャンプ、いや、届く。そして、なるほど、このバネを越えていけっちゅう感じで。オッケーオッケー、面白いじゃねえか。とうとう死体級っぽくなってきたよ。で、このバネの間を抜けて、ここ、ここ、よしよしよし、え、うっせぇ。もうやめてくれ。もういいって。このバネをちゃんと避けていこうか。ここ氷になってるのがちょっと難しいんだよな。ちょっとマジで集中するわ。ここ、オッケーオッケーオッケー。で、で、あのハテナを叩けばいい。それでどうなる。はぁ、キノコ取ります。で、どうすりゃいいんだろうな、こっから。バネで圧死することもできないでしょ。上に行けっちゅうことかな。もう一回上に行ってみようか。長くね、この死体級さ。こっからまたチビになります。なって、もうやられかねがマジで分かんねえんだよね。とりあえず右に行くしかない。右下に行けってこと。いや、右下バーがあるからダメだもんね。結局意味ねえじゃねえか、捨てるな。初めてですよ、僕は。死体級でいくら頑張ってもやられれないパターンのやつ。じゃあ僕は何の待機をしてたんだっていう話だよな。ただモテ遊ばれただけか、僕は。テロルさんにめちゃめちゃ悔しいぜ。この骨は移動してくるんじゃないの。で、僕は毒沼に落とされるみたいな。あ、そういうことはないな。で、隠しブロックは、あ、ない。あるぜ、浮きました。考えれば考えるほど腹が立ってきたぞ、今の。
じゃあ隠しブロック出します。いやここも隠しブロックあるんじゃないの？ないね。もういいってそれ。ここで隠しブロック出すでしょ。でジャンプして右上に進みます。でパワーブロックはもういらんっぽいで、ね、よしよし、こっちは見てないってことは、あのパワーブロックを叩いた瞬間土管に入るよ。絶対何か出てくる、あの土管から。どけやろな。ペンピンポンピンポンプリンポリンポン、パンペンパルリンボン、パンパリンポイン、パンポイン、ポンポイン、パンパランパリンポイン。ここで何もしない。スターが出てきた。あ、待って、スターが切れてから入るんじゃないのか、ここは。いや、一旦ダッシュしていこうか。もうこれ多分ダッシュでいいと思うよ。スターは切れそうだな、これ。何が出てくるんじゃない。おー、もうゴールなんじゃない、ラストって書いてるし。じゃあスターを取ります。右下に鍵があるのが見えるな。鍵を取らなきゃいけない。鍵を取ってすぐジャンプ。じゃあどうすんの。わかんねえな。ここさ、隠しブロックが上も下もあったじゃん。だから一旦ここでしゃがんで隠しブロック出してみる。これが鍵なのか。で、鍵ドア入ったらゴール前の扉に出るのかな。で、右押しっぱみたいな。いや、わかってるわかってる。あそこに出たところで右押しっぱはダメだ。左押しっぱあえてな。クリアし、いや、こっから何か助かる道があるはず。どうだ。伊藤ばかりするのも大概成功。悔しい、マジで悔しい。絶対右押しっぱじゃゴールできないと思うじゃんか。じゃあ右押しっぱでいいのね。ここから右押しっぱしてみるよ。そうしたらどうなるか。あ、上か。これでいいの。本当にカフルさせてくれる。お願いします。僕が何をしたって言うのさ。ねえ、いや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 、え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 、いや、え、いや、いや、いや、あ！最高。めちゃめちゃ楽しいコースでした。どうもありがとうございます。でも一つだけ言わせてくれ。この場所が。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。そこのコインが欲しいだけなのにというこのコース、説明文にコインが欲しければ氷を溶かせというゴールドロジャーみたいなことを言ってるんですけど、溶かした瞬間にジャンプしてゴールバーにつかめっていうコースなんじゃないかな。多分そうだと思うんだけど。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.43%。 まあ僕の憶測なんですけどね。でもそれ以外に方法が分かんないのよ。でゴール条件がコインを1枚取ってからゴール。まあそれは分かってる。だからこの氷をどうやって溶かすかが問題になってくると思うんだよね。え、これいける？一旦何もしないで右側行ってみようか。まあやっぱり何もないってことは、これを溶かしてコインを取らなきゃいけない。でも足場がなくなっちゃうもんな。一旦普通にやっててみようか。やっぱこうなるって。これさ、どの辺で溶かせるか一回やってってみていいかな。まあこの氷ブロックの上に乗ってこの辺で出しても溶けないでしょ。端っこは？いや、ここもまだか。この辺は？あー、いけるんだね。ってことは端っこに乗った瞬間ジャンプって感じかな。しかしそのやり方でコインが取れるかが問題よ。一旦溶かした瞬間ジャンプしてみようか。ここでジャンプ。いや、もうちょっと左か。結構ギリギリ攻めなきゃいけないんだな。この辺で溶かした瞬間ジャンプ。きた！はいはいはい、攻略を見つけたぞ。もう分かったもんね。端っこギリギリに乗った瞬間溶かしてジャンプ。それでゴールができるんだ。いや、今のゴールしてもよかったよね。ただゴールボールが結構離れてるっていうのがめちゃめちゃネックだな。ここで溶かす。うわ、このジャンプのタイミングもマジでむずい。でももう攻略法は分かってんのよ。おとなしくゴールだ。刺せろー。いやだねー。今めちゃめちゃ惜しかったね。もうちょっとジャンプが高かったら絶対ゴールできたと思う。これいか。ほっほっほっ。あいや、これ決まったらめちゃめちゃ気持ちいいね。この氷を溶かしてコインを取るコース、超シビアだけどすごい面白い発想でしたね。どうもご視聴ありがとうございました。